はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。帰ってきました。次の日ですね。はい、無事釣れたのが天然やけどね。山飴と油はかはや、はかはやですね。はかはや、そうね。でも持って帰ってきたら縮むね、やっぱ。やっぱ縮むね。何もの魚でもいいけど。これは唐揚げにしようかな。はいはい、はい。これは塩焼きですね、やっぱ。はいはい、串に刺して。はい。たいと思います。はい。ぬめりを取りましょうかね。はい、塩をお願いします。塩。はい。もうざっといきますね。たっぷり。下味ね。下味ね。ここで揉み込んどけばいい。ね、やっぱ川魚はね、このぬめりがすごいけんね。ね、そう、ヤマメ川で釣れた時に触ったら、ぬるってしてたんで。逃がしたも俺の手から。鱗がちっちゃいやつでなんか大体ぬるぬるしてるイメージがある。そうね、鱗に頼らず、粘膜というか、とかなのかな、人気に頼ってるので。魚、アコウ、アコウめちゃくちゃぬるぬるしよね。ツルツルしてますよね。あのぬめりはすごいもんね。あれはもうあの、岩の隙間から出やすいため。ぬるぬる。まあ岩で傷つかないようにとかかな。でもそしたら荒川もぬるぬるしとってもね。そうね。あいつ気持ちよもんね。山芽。山芽は日本固有？そうね。もう山芽っていうのは日本ね。うん、台湾にサラマオマスっていう台湾やったけど、似たようなやつがいる。4月3日までね、空いてなかったらワンチャン。空いてて4月3日、うん、うわぁ、もう片栗粉まぶすだけになるかも。そういうのが混ざっとるだけじゃないと、から揚げとってですかね。あんな調味料がでも混ざった小麦粉、醤油、デキストリン、食塩、生姜、でんぷん、米粉。うん、加工でんぷん、調味料、粉麺、多糖類まだまだ入っとるよ。粉まぶすだけにしときましょう。粉、うん、と、はい、にんにくちょっと入れればいいんじゃない。にんにく、あのスパイス入れとったらいいんじゃない。ああ、そうね。はい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 。健二郎さんのやつ、うん、2つ入れて、はい、粉は片栗でよかったですか。片栗と小麦粉を混ぜたやつかな。下処理完了。はい、ヤマメもね、皮によって味が違うんですね。昨日ね、数えてみたら40河川ぐらいはヤマメ釣りしてるけど、うん、だからまあ40種類のヤマメの味じゃないかね。そこで皮ね、普通、うん、淡白や、めちゃくちゃ美味しいわけではなかったから、食ってるものなのか水質なのか。じゃあまぶそうかな。これ串に刺したいけど、うん、あれ美味しくないっけね。はい、手を割ったような、これスパイス、はい、トリュフ探したいね。うん、キノコ取りたい。嫌いだけど、食べるとこまでは僕はいいです。探すまでで大丈夫。で、これをまぶって、うん、鶏ガラスープとか入れててもいいかもね。ああ、いいですね。チキンパウダーとか鶏の唐揚げ味になっちゃった。はい、じゃあこれ刺していきます。はい、なんかこの間徳ちゃんがなんかそれのコツがあるってなんか言ってたけど。コツ、うん、ないよ。そうね、串も濡らしとかな。おお。焼いてる途中になんかぐるぐる回るくらい。そう回っちゃう。うん、じゃあ遠火でじっくりじっくり。はい、焼いていきますか。あ、塩を振ってもらうから、うん、もうこれ。はい、陣が土俵に入る時ぐらい、ね、陣の里陣の藤がいい。トン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 、はい、はい、じゃあ焼いていきます。はい、さあさあさあ、火もいい感じなんじゃないでしょうか。こっちに気を、こっち側に気をかな、うん、だいたい奥が火力って高いよ。スモークと入れとく。確かにね、桜のいい香りにつくかもしれんね。はい、良いですね。あ、これ焼けるわ。で、ちょいちょい見ながら、うん、唐揚げ作りますか。はい、唐揚げも一緒やん、あれ一瞬ですよ。しかも揚げたてを食った方がうまい、うん、いた。じゃあ、焼けるまで待つ。あ、そうで、うん、なんか他揚げれるもんないかな。唐揚げにできそうなもんで、エビとかない、エビ唐揚げ。明太子危ないですよ、爆発する、うん、
あ、ありますよ。あ、即答シェルシュリンプ唐揚げ。いいね。ちょっとね、お腹は空いてるんですよ。これは前なんかで使った。前何で食べましたっけ。知らない。初めて。なんかで食べたけど。あー、カニは食ったけどね。辛麺で、それを使ったんや。辛麺作りで、めっちゃ美味しかったイメージ。じゃあ粉いっぱい作らんかったよね。まや。ジップロックにしようかな、じゃあ。岩塩とブラックペッパーも入れる？入れますか。ジン、あそこにあるあそこに。ジンには岩塩が見えてないらしい。眼中にない見えないやろね、岩塩は。これかおちゃう？これちゃう。おそれやこれや入ってないね、でも。うん、入れんといかない。じゃあ、ちょっとだけ入ってます。あそこにあるよ、下に。あ、ほんまや。あー、これ見たら僕、一回沖縄で、うん、なんか塩の専門店みたいなのがあって、うん、砂糖やと思って、塩の方に食べてめちゃくちゃ気分悪くなってダウンした覚えがある思い出しました。試食で、思いっきり塩の塊食べてもって吐き出せばよかったじゃん。マジでやばかったっす。砂糖と思ったら今これを見て思い出しました。どうやってこれ岩塩にするん？お、いろいろ考えてみる。人考え楽しく。こうしたら開いちゃうもんな。これじゃ、壊れそう。これなんかあるやん、やっぱ、ねえ。こんな面白いものやったん、これもうびっちょびちょなったし、初めて見た。しかもここにかけてもらうぞすんごっ。まあこんなもんでいいか、うん、で、ブラックペッパーの場合は、うん、ブラペ。お、解凍できた。翻訳きれいや。ブラペいきます。はい、すんごっ。ハイテクやん。料理が楽しくなるね。ちょっと手洗おう。無駄に使いたくなるやつ。もう何の料理でもこれ僕使えますよ。岩塩とブラックペッパー。もういいやろみたいな時に。塩コショウはもう使えますね。それでいきます。ジン、これは？大体俺もそれ。え、それ入れたらみんな食べれなくなります。入れます。はい。全部入れようかな。どこって入れて振ったらよ。どこの何エビなんですかこれ？ラックタイガー。うん。東南アジア産牛エビ、うん、日本にもいますよ、うん、牛エビは。ロックタイガー。これぐらいになる。天然の車エビ飛びたいです。なんか漏れてる。穴が開いた。うん、そこセンター。穴開いた。よし、また出てこよう、うん、はい。で、様子見てから。炭がちっちゃくなってきた。で、炭がちっちゃくなっちゃった思ったより。はい、はい、エビだけあげてくれ。エビだけあげる。エビだけあげよう、うん、お腹すいた。170でいいですか。うん、はい、いきまーす、はい、爆発せんよな、こいつ。多分大爆発してます。うん、赤くなってきた。一旦こんぐらいかな、うん、あー、もう食べれるわ。いいよ。だなって。おとなしい、こいつら。バリャ。さすがソフト、ソフトシェル。そう思わせて。粉ついてない気がする。何が？衣？衣、あ、ついてるか。でも、揚げた後にまたメインってやってもいいんじゃない？そうですね。ウィーってしたいだけかもしれない。ほんかな。どうも。はい。揚げていきまーす。ソフトシェル唐揚げ。うまそう。さあ、揚げたてー。揚げた食べます。わっ、じゃあ、はい、手でいきます。そんな熱い。いただきます。ジンは無理かもね。あくっ熱いじゃないですか。味ついてますか。うん、うわ、うまうまちょっと熱すぎません。手は大丈夫、うん、口はあれやけど。頭から熱いやろ。あ、こ、うまい。うまいと分かってて。うまい。
うん、小籠包もそうでしょ。うん、そうね。うん、ありがとうございます。マグナンコイフ、あっつよ、子供さん、あの持っとったね、うん、あっくっ食べれへん。ちょっと待って、熱すぎんこれ。うまい。うん、よし、じゃあ、うん、エビ揚げながら魚、はい、見ながらぼちぼちやります。はい、はい、おいしい。はい、焼けたと思うので、はい、救出です。熱い、ちょっとね、出たり入ったりしようけど熱いの、ちょっと。はい、いい感じ。よし、おまみれ。そしたら次はあいつ、はい、高早ですね。エビも全部揚げてます。エビも全部揚げます。ちょっとかったね、一匹目。そうね、でもなんか対抗がヤマメもやったけどあったっすね。餌が豆腐なのかな、ね、あの川にあの2種類しか魚がおらんけん。下流に行けばカワムツもあのアヤとかもいるけど、うん、2種類しかいないんですね。もうそう、いや昔なんてほぼ1種類やったけん。そうなんだ。もういいかな。なんかこれ太、デブいよね。デブい。はい、はい、なんか丸々してる。完成です。完成です。じゃあ食べていきますか。はい、それでは、はい、食べていきましょう、はい、実食。ヤマメのちょっと塩かけすぎました。焼きと白ヤマメ、ね、油はやの唐揚げ と, 唐揚げとソフトシェルシュリンプです。出てくる、ね、自由がちょっと一番大きいやつ、うん、じゃあいただきます。お言葉に与えて、うん、塩をね、ちょっとね、うん、こう塩釜みたいな。蒸されてる。あ、うまうま、うん、でもポッと取れるし、むっちゃいいんじゃないか。いただきます。いただきます。あ、あ、うめ、うめ、うまい。塩すげえ。あれはでも前食べてた時より全然うまいよね。え、むっちゃホクホクし、うまい、うん、うまっ。昨日ブートキャンプ越えたらちょうどよくかもね。あのブートキャップの後、ジンクいっぱい食べました。バラされた。7キロ痩せて8キロ太りました。まずコンビニで三ツ矢サイダー、うん、でデザート、あとクーリッシュと、ね、あとデザートのなんか餅みたいなやつ食べ て、ね、うん、帰り道にあったマクドナルドにより、うん、ハンバーガー一つとポテトと、うん、ポテト L やったね。ポテト L と、ミントフラッペ、うん、チョコミントフラッペね、戻りました。二周戦というかも、うん、カロリーブートキャンプやる。地図で見たけどね、やっぱね、まだ全然ですか、半分以上のこと。あ、そんなに、うん、じゃあこっち、はい、これ食べたことないんじゃない、はい、二人とも。俺食べたことある。ハヤは最近食べますけどね、うん、いや、このハヤは、うん、はい、食べます。じゃあいただきますね、はいはい、これがうますぎて、そう、早いですね、食べるの。あ、うまい。めっちゃ粉がいい味だし。ああ、なるほど。うまい。顔や。オロチドッポみたいになってる。ちょっと硬かったんじゃない？頭の中。まあ、エビは安定の美味しさ。うん。こ、うん、んぐらいの大きさになっても頭取った方がいいかな。うん、うまかった。これは畑も一緒に食べましょう。はい、食べます。はい、ということで今回は、はい、釣ってきたヤマメと高早とやってきてはいないエビで、はい、昼食作りました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うまい、うまい。ご視聴ありがとうございました。釣り岡でしょうでは8月4日まで極楽湯コラボを実施してます。コラボの湯、コラボフードメニュー、コラボグッズなど販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。コラボグッズは通販サイトでも購入できるので概要欄から見てください。チン。おー。